というわけで皆さんどうもこんにちは。今日はこちら JR 京都駅に来ております。こちらには京都駅のバス停、京都に来るのは N 回目括弧 N を1以上の自然数とするという感じなんですけども、ということで今回は早速新大阪方面向けていこうと思います。というのも現在大阪駅上北エリアの開発が進んでおりまして、そちらの動画を本日急遽撮ることにいたしました。ということで本日もよろしくお願いいたします。さてこちらは山陰本線ホーム30番線となっております。実際に30本線路があるのかと言われれば30本もないんですけども、見ていきましょう。関西空港春香号、この春香号に乗りまして本日は開業前の大阪駅を通過してみたいと思います。向こうを見ると春香19号21号とありまして、今回乗るのは春香21号11時発の関西空港行きに乗ってみようと思います。関空特急春香号21号の4号車3番の A 席を指定させていただきました。でこれ調べたね、やばいよ、先に越されてますね。1名の方、2名の方、意外とこう先越されてますので、あーこれダメだな、今回もちょっと僕の今回の動画はあんま伸びないかもしれない、そう思っております。ハローキティのついていないこの電車は春香号ないんじゃないかっていうぐらい、このように春香号は JR 西日本ハローキティを押しております。到着したのは春香折り返しの21号です。この京都駅で折り返す手間を省くために、あのように折り返しの際は自動的に回転するようになっております。非常に面白い仕掛けですよね。ご案内いたします。この電車は関空特急はるか21号関西空港行きです。ご乗車には乗車券のほかに返答時です。同時に出発しました。この新快速電車12両編成に抜かれていくんですね。非常に興味深い。こちら側、このように桂川駅ですね、最近できた駅なんですけど、大きな大きなイオンがありまして、でかいなって感じなんですね。はい、こちら側桂川駅となっております。おーおーおお、なんか来んのかな、すごい撮り鉄がいっぱいいる。
というわけでここに到着、天王寺に到着でございます。さてここで終わりというわけではありません。ここで終わっちゃうもったいない。今度逆方面に乗っていきます。関空遥かぎゅうぎゅう詰めだ。大変だな。懐かしい、このハローキティがラッピングがされてない頃の遥か号の写真がここにありますよ。5分遅れ。阪和線でお客様と接触したということでダメだなこりゃ。若干遅れております。さて皆さん、このまま終わるわけじゃないですかとかって言いましたけども、特急黒潮号なんと遅れ55分ということで、当初予定していた時間よりも1時間ほど遅れて乗車することになりました。12時35分発ですが約1時間ほど遅れての到着です。ここからですね、新大阪終点まで乗っていきます。ここから新大阪に乗り出して誰だよって感じですけど、鉄オタぐらいしかいないと思います。黒潮新大阪駅、どっちから、どっから乗るか。というわけで無事到着いたしました。本日もご視聴ありがとうございましたと言い訳ないですよね。だってそんな動画皆さん出してるんだもん。ということでこれから頑張っていきましょう。黒潮号が今ほど先ほど通ってきた道をたどって戻っていきましょう。今から先ほど通ってきた大阪駅に逆戻りするため一旦外に出ようと思います。というわけで続いて東海道線の方で大阪駅に行こうと思います。ちゃんと動画の中でね、改札出て入ってるってことを示しとかないとなんか叩かれそうで怖いので、新大阪から大阪へ向かいましょう。次にやってくる電車に乗れば
大丈夫なはずです。次の電車は13時59分の須磨駅、これ乗ろう。はい、というわけで大阪駅のちょうど今北側ですね、グランフロートの北館にいます。そして今見えているこの線路ですね、この線路が梅田貨物線の線路でございます。この梅田貨物線の線路は、おとついをもって使用されなくなりました。というわけであの辺りにあった踏切もですね、現在撤去工事が進んでいるところでございます。そして現在の大阪駅はこの踏切エリアのちょうど地下のあたりですね、多分この土のみたいなの置いてる、あ、この辺だろうな、この辺は多分地下にあると思いますよ。そしてつい1ヶ月前は全然大きくなかったビルがすごい大きくなってます。どんどん建設が進んでおります。この梅北エリアの土地は JR 西日本がよっしゃここでもう一儲けしたるぞみたいな感じで作ってるんでしょうね。まあというような感じです。そしてこちら側に見えるクレーンの奥のあたりに線路が見えるのがお分かりでしょうか、見えないでしょうか。あのあたりがちょうど JR 神戸線のあるところになるんですが、ちょっと見えないかな。そうです。そして前の梅田貨物線はここにありました。以前動画でも梅田貨物線のあの踏切の動画を、出したと思うんですけど、その時の動画もしよければ参考映像としてもしかしたら編集で出してるかもしれないです。もともとあのこの工事現場の奥の方に線路がありまして、そちらが梅田貨物線、線路は現在でも残っています。今からですね、東海道線ではなく大阪環状線の福島駅の方へ行きたいと思います。奥の方に見えますのは東海道本線 JR 神戸線です。そして大阪駅はこっち方面、そして今ここの目の前にある踏切封鎖されていますが、ここが梅田貨物線の踏切です。この梅田貨物線の踏切、ずっと辿っていくと新大阪に辿り着きます。そしてこちらがずっと辿っていくと、西九条かなの方に、行くことになりまして、この線路は長年使われてきましたが、東急列車の直通などによく使われておりました。本日、正確に言いますと昨日からここの踏切は使われなくなった、もうここ電車を走ることがないというふうになっております。奥の方ではひっきりなしに電車が動いているのが分かります。あちらは大阪環状線の西九条、弁天町、そして和歌山や天王寺の方に行きます関空急時快速の電車があることが分かります。そしてもともとここには梅田貨物線がありまして、こちらの方をずっと辿っていくと西九条、そういうところに至るわけです。以前何かの動画でもお伝えしましたが、この踏切を渡る際にはこの車たちはですね、踏切が稼働していた時期までも一旦停止をしなくてもこの踏切通過してよいという少し不思議な場所でありました。梅田貨物線の梅田貨物信号所というのがこの奥にありまして、線路が分岐していることが分かります。あちらの信号所は2012年か3年ぐらいまで使われてたのかなという感じでして、ここを関空特急春香号または黒潮号、その他に323系であったりと保安列車などが通る、そういう場所でした。また貨物線という名前ですから貨物電車もここを通ることになっておりました。現在ではもう走ることができません。踏切の残骸はあるものの警報器は動かず、ここには多分バッテンみたいなのがついてるでしょう。ここについてないんですよね。ということでここの踏切はもう使われない。この廃線跡がどうなるのか、なんか遊歩道になったら面白いですよね。ここの駅前のビルの開発と同時に何かやることがあるのかもしれません。ここを通路にするとかね。以前他の動画でお案内しましたが、その時の映像も多分ここへ添えておくと思います。
そしてこのようにずっと南に行ったのは福島駅がありまして、福島駅のあたりはまだ残っています。そして現在梅田貨物線は廃止されましたが、関空特急はるか号などは先ほど見てきたように地下の道を通るということで、地下化された線路はこの地下だ、もうちょっと向こうの方だと思いますけど、走っているところになります。多分ね、ちょうどこの辺の白い方がしてあるあたりかな、あの辺の多分地下にあると思います。せっかくなのでこの踏切をずっと福島駅方面に向かって歩いてみましょう。3日前、日曜日まではここを関空特急はるか号、はるか号はどうかな、でも列車などは走っていたことになります。それがわずか1日2日で現在のような状態、あのように封鎖されてしまっております。新大阪から分岐するあたりでの線路の改良工事というのももう終わってまして、またこの先福島駅という駅の近くに行くんですが、そこの福島駅の近くと改良工事ももう済んでいる状態になります。ちょうど上を走るのは東海道本線、このまま JR 神戸線から JR 京都線、京都方面へ行く高槻駅からの電車になると思います。少し行ったならば、ここがですね、ここが梅田貨物線の昔あった線路がこれです。そしてこの昔あった線路がなくなって、ちょうどここの下に何やらトンネルのようなものがあります。このトンネルのようなものが現在の梅田貨物線、先ほど春加号また黒潮号で通った場所になります。これは御堂筋の一本西の道路かな。この道路をずっと南側へ行きます。ここから南側、JR 福島駅がもうすぐそこまで見えています。あれは大阪環状線の JR 西日本福島駅です。そして、いよいよ見えてきました、あちらの踏切です。あちらの踏切は現在でも現役で活動しております。先ほど見た踏切の跡地というのが、現在動いていない踏切、もう引退した踏切ということになっています。ですから、梅田貨物線の大阪駅から順々に今歩いてきまして、歩いてもね、だいたい10分ぐらいで、10分は言い過ぎます、15分あれば来れる距離です。この福島駅までは大阪環状線、大阪駅から福島駅まで一駅区間ですが、その間を歩くというのもこの昔の遺産というんですか、これを見れていいと思います。すごいな、やっぱ撮ってる人いるな。これがまだ残っている、新設された、地下化された後の電車も走る場所になっております。ここも先ほど案内した踏切と同じように見てみると、車がこの踏切の前で一旦停止をしてないというのが伺えます。ちょうど電車が来るそうですよ。一旦停止をしないんですが、この一旦停止をしなくても、一旦停止をわざわざここでしてたら毎回毎回車が止まって大変ですからね、交通渋滞になります。ちょうど今大阪、新大阪方面から関西空港へ向かう、京都からですね、関西空港へ向かう関空特急はるか号が通過していったところです。昔はミスドに1回だけ行ったことあるな。もう美味しかったかどうかと言われれば多分美味しかったと思います。ミスドなんてどこでも同じ味だと思うけどね、このどこでも同じ味で美味しいものを届けてくれるのがミスタードーナツです。その横には、名古屋行った時に食べたな、焼肉ライク、ぼっち飯の味方です。一人でも行ける焼肉屋さん、焼肉ライクです。車窓からも見えましたが、西九条駅方面へ行きます。この緑の丸はここから進行速度を出して良いという標識でしょうか。ということで本日はこのように大阪環状線の西九条駅方面から梅田貨物線、新大阪方面まで結びます梅田貨物線が地下化され、新たに大阪駅が開業する、そんな大阪駅を2回地下を通過してまいりました。そして梅田貨物線の様子ですね、今見ていきたいなという感じでございます。
ということで、ご視聴ありがとうございました。